まず本研究の主題について説明します。本研究の主題はズバリ言いますと、非常に大きな空間解像度の違いがあるような2画像の間の画像レジストレーションです。こちらに示しているのが今回使ったデータセットの一部なのですが、衛星画像、左の 48cm パーピクセルの画像と、右のドローンの画像、4cm パーピクセルの画像で、これくらいの縮尺の違いのある2つの画像間での間のレジストレーションを実現します。この2画像の間で、左の図のような特徴点マッチングを行いまして、最終的に右の図のように画像レジストレーション、画像の位置合わせと頂上を実現する手法に関して説明いたします。研究背景について説明します。本研究の最終的な目的は、複数の撮影機器、複数のセンサーの画像情報を統合解析管理する地理情報システム GIS のデータベースを構築することです。左のようなリモートセンシングの得意とする広範囲の状況把握の情報、こちらがもともと現在広く使われている GIS のデータベースにおける、主たるデータなのですが、これに対して、ドローンとか、あるいは地上で撮影した画像群、監視カメラですとか、モバイルカメラといった、そういった情報も一緒くたに、管理、解析できるようなデータベースを作ることを最終的な目標としています。で、屋外において出られるデータを、このような3つのカテゴリーで分けて考えることにします。最も、上空から撮られるものがリモートセンシングの画像群。で、ドローンに代表されるような比較的低空を撮影するものを、低空撮影の画像。そしてそれ以外の、モバイルカメラや監視カメラ、車載カメラなどによって撮られる、かなり地上に近いところで撮られる画像を地上撮影というふうにカテゴリー分けしまして、それぞれの特徴についてまとめた図がこちらです。撮影範囲に関してはリモートセンシングが非常に広くて有用です。で、撮影角度に関しては、地上撮影の場合は主に横を向いて撮ると思うんですけれども、リモートセンシングや、ドローンで低空撮影では下向きを仮定しています。で、空間分解能に関しては、これは地表の空間分解能を言っていますけれども、こちらは低空撮影や地上撮影の方が空間解像度が高く、詳細な情報を得ることが可能です。で、この撮影頻度とあるのは、撮影デバイスの数も意味合いに含んでおりまして、航空機や衛星などですと、地球の周回の周期の関係で、何日に1回とか、1日に数回の撮影ということが多いんですけれども、ドローンや地上の撮影などでは、任意の時間帯で撮影を行うことが可能ですので、頻度は非常に高いといった特徴があります。で、この画素ごとの位置情報、リモートセンシングによって得られる画像は、すでに、地理情報の別のデータとの位置合わせがされていることが多いので、各画素に、緯度、経度、標高の情報などが付与されていることが多いです。それに対して、ドローンの撮影、低空撮影や、地上撮影に関しては、そういった情報が付与されておりません。で、センサーに関しても、リモートセンシングの手法に関しては、マルチスペクトル、可視光も含んで、可視光外の、周波数帯の、光を、観測するものであったりですとか、あるいはレーダーを使った画像を取得するものもあります。これらの、いいとこ取りがうまくできないかというようなことを簡単に言うと考えております。それらを実現するために、今まで行ってきた研究課題としては、まず、こちら下の部分、地上の撮影画像と低空撮影画像のレジストレーションを行いました。そして、今度はリモートセンシング画像内で、撮像のセンサーが異なる画像間、この時は、光学衛星画像とレーダーの衛星画像との間でのレジストレーションに関して取り組みました。
そして今回発表の主題となるのがこちら、低空の撮影画像とリモートセンシング画像のレジストレーションについてです。このリモートセンシング画像と低空撮影画像のレジストレーション、画像レジストレーションにおける問題点としては、画素あたりの空間分解能の差異が非常に大きいため、自動の、対応の自動算出が困難であるということが挙げられます。こちらに、ドローンの画像と航空機の画像を実際に得られたものを載せていますが、ドローンがだいたい4センチメートルパー画素ぐらいで、航空機画像が48センチメートルパー画素です。この研究ではこのくらいの12倍程度の違いがあることを想定をしておりまして、シフトやサーフなどのスケールスペーシングの手法を用いても、たかだか5倍程度のスケール変化が想定されていて、それ以上の変化が伴うと、精度が落ちるということが過去の従来研究で明らかになっています。空間分解能の差異を克服する手法として、一つ考えられる手法として、画像超解像があります。この画像超解像によって、低分解能のローレゾリューション LR 画像を、このように、高分解能の HR 画像に揃えるということが考えられますが、しかしながら、事前に行った実験では、この右下の図のように、画像中に、本来ありえないようなテクスチャーが再現されてしまう。こういったアーティファクトが出現することによって、太陽点探索の精度が低下するということが確認されています。そこで本研究では、このアーティファクトが大きく出現しないくらいまでは、超解像を行いまして、それに対してこの高分解能画像、ハイレゾリューションの HR 画像をこちらに、ダウンスケーリングして空間解像度を揃えることによって、太陽点探索の精度を向上させることを考えます。そしてこの時の、ターゲット、目標となる空間解像度がどれくらいが適切なのかというのを、調べるシステムというのが今回提案するものです。改めて実際の図でこの解決方策に関して説明しますと、この左の LR 画像、ローレゾリューション画像に関しては SR 超解像を、そしてこの右の HR ハイレゾリューション画像に関しては、ダウンスケーリングを適用することによって、両者の空間解像度、空間分解能を揃えることで、この太陽点探索の高精度化を図ります。システム全体の流れに関して説明します。入力はここに示している4つです。まずは、低空間分解能画像、LR 画像。そして、超解像のスケーリングに関わってくる目標の空間解像度 R。そして、HR 画像。こちらが高分解能画像です。そして、その両者の間の正解の、二次元遮影変換、ホモグラフィーのグランドトゥルース、GT というものを入力します。まずはこの LR 画像に関して、この R に従った超解像を施します。そして次にこの HR 画像に対して、同じように空間、ダウンスケーリングを行って、両者の空間分解能を揃えます。その揃った両者の間で太陽点探索を行って、その太陽点情報からホモグラフィーのエスティメイテッド、推定のホモグラフィーを得ます。で、この先に説明した、このホモグラフィーの正解値、グランドトゥルースとこのエスティメイテッドの間で、誤差算出を行いまして、その誤差に応じて、この R をアップデートしていきます。画像超解像には DNN ベースのものを用います。その超解像 DNN の訓練のためのデータセット作成に関して説明します。まずはこの HR 画像をダウンスケーリングして、この HR 画像と LR 画像のペアを用意します。で、この HR 画像に関して特徴点検出を行いまして、その構造物の端っことか、より特徴的な部分を検出して、その周りをパッチと定めます。で、この LR 画像に関しても、その同じ場所からパッチを検出しまして、集めて、この SRDNN の訓練を行います。この特徴点検出
によって、構造物周りのパッチの割合を増すことが可能になっているということがわかると思います。HR 画像のダウンスケーリングに関しては、事前に平滑化フィルターを適用することによって、干渉じま、モアレを回避するようなダウンスケーリング手法を適用しました。で、太陽点探索処理に関しては、より光内やエッジから特徴点を検出してくれるオルブのディテクターと、高性能なシフトのディスクリプターを組み合わせて使用しています。こちらの拡大した図で見るように、路面の白線の端っこの方や建物の角っこなどからより太陽点が出ているということが確認できると思います。太陽点情報より算出した二次元遮影変換行列の誤差算出に関して説明します。上の式のように定式化されますが、これはこの MR イメージ上の光子点を SR イメージに遮影変換するんですが、この正解と推定値のそれぞれの遮影変換の各光子点の距離の平均を表しています。それに関して、超解像の倍率に応じたバイアスをかけたものが上の式になっています。で、手法の定量評価の実験を行いました。その詳細に関して説明します。特徴点検出と特徴量記述に関しては、オルブのディテクターとシフトのディスクリプターを使用しました。データセットに関しては、訓練のデータセットとして、東京都大島町のドローンの画像、こちらが2019年の9月19日に撮影したもので、空間分解能は4センチメートルパーピクセルです。評価データセットとしては、高空間分解能画像、HR 画像として、埼玉県横瀬町をドローンによって撮影した画像を用いました。で、LR 画像、低空間分解能画像に関しては、同じく埼玉横瀬町を、こちらはワールドビュー4の衛星によって、撮影された画像を用いました。この HR 画像と LR 画像はできる限り、その撮影の日付が近いものを選んでおります。で、二次元遮影変換行列の正解値、ホモグラフィーの GT に関しては、手動の太陽点選定によって算出しております。この二次元遮影変換行列推定の結果に関して説明します。表が2つ並んでいますが、左が提案手法、超解像を用いた場合の結果で、右がその超解像の代わりにバイキュービック補完によって拡大を行った場合の結果です。図中のフェイルとあるのは、太陽点の不足によって二次元遮影変換の推定に失敗したことを示しており、この下のアベレージというのは、その二次元遮影変換が成功、遮影変換の推定が成功した時の誤差平均を示しています。この黄色のアベレージのところを特に着目していただきたいのですけれども、この提案手法の方が、このバイキュービック補完よりもより高精度な推定ができているということがわかると思います。この超解像の倍率が高いほどより高精度になっていくということが示され、また同時に、正対応の割合が減少するために、そもそもの二次元遮影変換の推定の、その安定性というのはだんだんと損なわれていく危険性があるということが確認されました。こちらが二次元遮影変換による画像レジストレーションの結果の一例です。左から超解像の倍率が1倍、2倍、4倍、6倍の時の画像レジストレーションの結果を示しています。この図で言うと、黄色の枠が正解の頂上結果で、この倍率が4倍までは上がっていくほど、そのレジストレーションの精度が上がっているということが視覚的にも確認できると思います。数値としてはこの下に書いてありますが、太陽点数は超解像の倍率が上がるほどどんどんと増えていきます。で、それで誤差に関しても4倍までは、超解像の倍率が上がるにつれて、高精度化しているということが確認できます。しかし6倍になると、この見かけ上の対応点数は増えているんですけれども、その中の誤りの対応の割合が増えてしまうために、二次元遮影変換の推定に失敗しているということが確認できます。